XM29ICW、XM29ICW、オブジェクティブインディビジュアルコンバットウェポン、個人主体戦闘武器は、20mm 炸裂弾を発射することができる、次世代個人系光火機の試作プロトタイプである。石 w 計画の一環として1990年代に開発された。XM29 は、アライアントテックシステムズが開発元受けとなり、 ヘッケラーコッホが開発した受けとして開発した。XM29 はセミオートマチック方式の 20mm 炸裂弾ランチャー。その下部に当時は開発の最終段階であった 5.56X45mm ナト弾を発射する H&KG36 がマウントされており、さらに銃の上部には一体型のレーザー即距装置、赤外線暗視装置、 6倍まで調整可能な望遠スコープが装備されている。開発の初期段階では、ライフル銃とグレネードランチャー同士を横隣に装着するといった後期型のものとは異なる形態で組み合わされていた。また、別の開発段階での派生型では 20mm、炸裂弾ランチャー単体だけで構成されたものや、G36 の代わりに、 同社のの MP-7 を搭載したものが開発されている。この兵器の特徴である 20mm ランチャーは、炸裂弾等、グレネードを使用するが、従来のグレネードランチャーの弾丸が大きな山形の弾道を描いて飛んでいくのに対し、銃弾や小型砲の砲弾のように高速で水平に出される。この特徴から、従来の武器カテゴリーに当てはまらないとして、グレネードランチャー以外にも、 セミオート式 20mm キャノン、空中炸裂弾ランチャーエバーストエポンなど様々な呼び名が使われた。重量、サイズ、20mm 砲弾の威力不足といった様々な問題が足かせとなり、計画は中止に追い込まれた。2004年に計画を中止するにあたり、この計画は次の3つの計画に分割された。XM29 は、 上述の通り間が人球弾方式の 20mm、炸裂弾ランチャーと 5.56mm ライフル銃からなる。二つの火器は一人の装備として一体型になるほか、標的補足、射撃管制システム、効術が組みまれている。XM29 は、戦術コンピュータやヘッドアップディスプレイを駆使して、相互通信が可能となる次、世代陸上戦闘システム計画の一環として、 開発されたものである。2002年初頭、XM29 の特徴である 20mm 炸裂弾、ハイエクスプロシブエアーバースティングランチャーが開発された。このランチャーは、ガス圧利用によるセミオートマチックでの射撃が可能である。このランチャーは、ブルパップ方式であり、着脱式の大型箱型弾装がストックに装着される。ランチャーの方針内部には、 ライフリングが切られ、20mm 炸裂弾を 1000m 以上飛ばすことが可能である。通常モデルでは、このランチャーの射撃コントローラーの大部分が下に取り付けてあるライフル銃に一緒に組み込まれており、一つのトリガーを使って、ライフルと炸裂弾が打ち分けられる。また、ライフルなしでの運用も可能にするため、独立型のランチャーも開発されるという、 XM29 の上部には常実の射撃管制システムが装備してあり、その装置からの情報で 20mm 炸裂弾の新艦を作動させる。さらに、後期型のタイプでは、発射前にレーザー測挙装置によって標的までの距離を測定し、着弾地点までに何回転砲弾が回転するか計算し、あらかじめ設定した距離で弾が炸裂するようになっている。発射後、 弾は飛翔しながら回転数を計測し、設定された回転数に達した時点で炸裂する。これにより敵に直撃弾を与えなくても敵の至近距離に弾が到達すれば炸裂弾が爆発して敵を殺傷することが可能である。また敵周辺の空中で炸裂するため銃弾を敵兵一人に一発当てるよりも砲弾一発で 炸裂時に発生する破片でより多くの敵兵を殺傷することが利点として挙げられる。それまでライフルガンを一発一発敵に当てることによって敵を制圧しなければならなかったので、この点においては従来火器に比べ優れている。破片が四方に飛散するため、遮蔽物に身を隠している敵や残酷に立てこもる敵に対してもその付近へ砲弾を ライフル弾のように打ち込むだけで殲滅することが可能である。さらに、砲弾を直接的に当てて攻撃するわけではないので、従来のライフル弾のように、射距離が遠くなればなるほど、その分威力効果が薄れるということもない。しかし、欠点がないわけではなく、弾頭に複雑な進汗が組み込まれているため、砲弾一発の値段が非常に高い。 石 W 計画では炸裂弾は一発25、US ドル前後でなくてはならないとされているが、未だ砲弾がいくらになるのか見通しが立っていない。現在の炸裂弾頭は、前方と後方に炸薬が封入されており、その間に新艦が組み込まれている。この 20mm 炸裂弾は、XM29 ランチャー専用の主要弾薬として考えられている。現在、 口径を 25mm に拡大し、ランチャー単体で運用する XM25 が開発中である。この装置意識は、昼夜兼用の暗視装置、レーザー測距装置、弾道計算コンピュータなどの先進機器を搭載しているため非常に高価で仕組みも複雑である。昼夜、天候状況を問わず、敵を探知して、その距離を測定し、それらの情報を、 砲弾の新艦にインプットする。たとえこの射撃管性が壊れたとしてもランチャー単体で従来のグレネードランチャーのように直接標的付近に着弾させて砲弾を炸裂させることも可能である。テストの結果、XM29 は従来型の個人携帯兵器よりも最大で500%高い効果が得られるという。しかし、この計画はサイズや 重量の点で問題があったため、中止に追い込まれることとなった。重量はプロトタイプの XM29 で 5.5kg で、あるが実用運用重量は1兆で 8kg 以上となる。値段に関しては、専門家から XM29 のコンセプトは兵士に高価な兵器を装備させることで予算的に部隊の制を不可能にし、 戦闘を防ぐものかもしれないと皮肉を言われるほどである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。